はい、こんにちは、ほかぴーでーす。皆さんお元気ですか？はい、今日はですね、ほかぴーキッチン第2弾ということで、じゃがいもバーグを作っていきたいなと思います。で、この撮影の時はちょっと子供が寝てたので、ナレーションという形で今回はお送りしたいなと思います。では、レッツゴー！今回の材料はじゃがいもとひき肉、塩コショウ少々という感じになります。で、タレを作るんですけども、それはケチャップとマヨネーズを使っていきます。ではまず最初にじゃがいもの皮を剥いていきましょう。次にじゃがいもの皮を剥いた後、細切りに切っていきます。細切りに切ったじゃがいもをボウルに入れたら、次にひき肉を入れていきます。我が家ではひき肉は冷凍したものを使っているので、解凍してから入れました。そしてひたすらとにかく混ぜていきます。もういろんな感情を込めながら混ぜていきましょう。例えば外に出れなくて嫌だなとか、なんかイライラするとか、そういう気分を全部気持ちを込めてとにかく混ぜていきます。あとはお好みで塩コショウなど入れてください。もし味が濃いめのがいいって人はコンソメとか入れるのもありかもしれないですね。そしてフライパンに油をひいていきます。だから手で丸くこねたじゃがいもバーグをフライパンに並べていきます。蓋を閉めて中火で、中の火が通るまでじっくり焼いていきます。我が家では IH を使っております。そしてその間にタレを作っていきます。タレというかソースですね、オーロラソースですね。まずマヨネーズを入れて、次にケチャップを入れます。こんな感じですね。それを混ぜていきます。そうなりますと、このように綺麗なピンク色のオーロラソースが出来上がります。その間にじゃがいもバーグが焼き上がりました。中まで火が通ってるか不安な方は電子レンジでチンするといいかと思います。出来上がりがこんな感じです。完成です。このじゃがいもバーグをオーロラソースにディップしたりとか上にかけたりして食べるととても美味しいです。このポテトがですね、サクサクしていて、このお肉のジューシーさがマッチしてる、とても美味しい一品です。はい、どうでしたでしょうか。またこんな感じで次回もほかぴーズキッチンをやっていきたいなと思います。ぜひ皆さんも試してくださいね。ではバイバーイ。